日本鹿児島県日置市東市町町、里東市市町長里は、鹿児島県日置市の大技。旧日置郡市期郷町里村、日置郡東市村大技長里、日置郡東市区町大技長,長里。人口は3474人、世帯数は1344世帯。郵便番号は899-2202。日置市の西部。 江口川中流域に所在している。浅井駅の北方に東市町湯田、南方に東市町三山、東方に東市町佐作田、西方に東市町要望が接している。浅井駅の東部をほぼ南北に国道3号が通っており、それに沿って鹿児島本線が通っている。浅井駅内には東市木駅が所在しており、東市木駅より、 鹿児島方面は伏線となり、川内方面は単線となる。長里橋交差点からは東方に、鹿児島県道303号、江口調理線が通っており、対岸にある東一市岸所入口交差点からは西方に、鹿児島県道305号用墓町里線が、通っている。南部には宮山入口交差点で、鹿児島県道24号鹿児島東市期線が、 分岐しており、日置市街方面へ接続する。北部には、鹿児島県道309号、山田湯の元停車場線が東西に通っており、日置広域農道が南北に通っている。南端部には、南九州西回り自動車道が南北に通っている。中央部には、日置市役所東一期市所や日置市立東一期、中学校、 日置市立鶴丸小学校が所在しており、北部には鹿児島県消防学校が所在している。長里という地名は古くは南北長期より見え、当時は英里名と称され、薩摩国市来院のうちであり、なだなであった。大安五年の一騎士関連文書には英里名という地名が見えている。江戸期には薩摩国一期里のうちで、村高は、 天保号町では1916国余り、休校給料では1543国余りであり、県知事では個数469個、人口1960人であった。1889年に町村制が施行されたのに伴い、1937年には東市木村が調整施行し、東市木町の大技となった。2005年に、 東一市町が、移住院町、日吉町、吹上町と合併し、日置市となったのに伴い、大あざなは、従来の大あざなに、休日体名を冠したものに解消され、日置市の大あざ、東市町町、里となった。日置市立東一市中学校日置市立鶴丸、小学校公共教育自社市立小中学校に、通う場合、 学区は以下の通りとなる東市駅国道県道広域農道九州旅客鉄道。ありがとうございます。